にですね、1年前に移住してきまして、ここの古民家の隣に今もう一軒お家が建ってるんですけども、そこに、シェアハウスにですね、いろんな人が住むところに入って、暮らしています。ここではリンゴ農家としてですね、今はやっています。今までは、庭の設計であったりとか、あとは植木の生産ですね、こういった庭に植える木を畑で育てて出荷をする、そんな仕事をしていました。でこちらに来て今リンゴを育てて、シードルっていうリンゴのお酒を作る仕事もしています。この袖の山の後に廃校活用の方に行かれると思うんですけども、そこで私もスタッフとして今日は働いてないんですけども、シードルっていうリンゴのお酒を作ったりもしています。でこの後見に行くしだれ桜なんですけども、しだれ桜っていうのは実は園芸品種みたいな掛け合わせてわざわざ作ったものではないんですね。実はしだれ桜のしだれてるっていうのは、人間でいうと背が小さい人みたいな特徴でしかないんですね。樹木っていうのはみんなそういうのがあって、例えば枝が上に立つ木もあります。ヨーロッパのお庭なんかにはすごい枝が真上に立ってる木がいっぱいあると思うんですけども、それの枝が逆に垂れてしまうのがしだれ桜です。なのでしだれ桜の他にもしだれ梅とかしだれ桃とか、あとは栗とかもしだれがあるんですよ。しだれ栗っていう種類があったりとか、そういうものがあります。そういうのはもう本当に遺伝子の検出でそういった特徴を持ったものになりますね。なのでしだれ桜の中にも八重のしだれ桜とか、ピンクの濃いしだれ桜とか、そういったものもあります。ちょっと黄緑色の葉っぱとかの方が新鮮なのかもしれない。だいたいこういう桜でちゃんと中まで残ってるものがあって、それを調べた時と太さでだいたいこれと同じぐらいだから、これと同じぐらいっていう形で樹齢を推定します。計算するのね、はい、いつかは枯れてしまうので、で枯れてしまうと根っこが腐ってしまうので、地面を次行くシードルのそのリンゴの先をするところも、はい、私が働いてるところなので、シードル買って帰るんですね。はい、ぜひ見てみてください。赤いリンゴで作ったお酒とがすごい美味しくできたので、もしよかったら、はい、身も赤いリンゴ、身を切っても赤いリンゴがありまして、それで作った赤いお酒があるんですけど、それがすごい酸味も甘みも残って、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、こんにちは、長野インターネット放送局と申します。今長野県は飯綱町の、古民家カフェノラノラに来ておりますけども、そこにいらっしゃいます樹木医、ちょっと聞き慣れない言葉なんですけども、ちょっと自己紹介お願いいたします。はい、この古民家カフェノラノラで働いている樹木医の関東と申します。関東さん、はい、どうもこんにちは。こんにちは、よろしくお願いいたします。まず樹木医って聞き慣れない言葉なんですけども、はい、どんな職業なんでしょうか。はい、樹木医っていうのは樹木に、はい、お医者さんの医で樹木医というものですね、はい、木のその名の通り木のお医者さんのことです。はい、はい、木っていうのはその人間と一緒で病気にかかったりとか、あとは倒れてしまったり、あとは虫に食べられてしまったりとか、いろんな害がありますので、そういったところから、はい、その木を守る、そういったお仕事をしているのが樹木医になります。私はもともと生き物が好きだったので、はいはい、高校生 その大学を選ぶときにですね、はいはい、その植物とかあとは生き物とかと触れ合えるような仕事に就きたいなと思ったので、うん、樹木医っていうものを目指して、はい、それの資格が取れる大学に進学しました。それがきっかけですね。まあ、そういった意味では自分の夢が少しは叶ってるということなんですかね。そうですね、はい。今ノラノラさんに、来ているということなんですけども、
ここではこういろんなこうミッションがあるっていうのを聞いたんですけども、はい、その辺なんかご紹介いただけますでしょうか。はい、私がまずここに1年前に移住してきたんですけども、その移住してきた理由は、リンゴの農家になることですね。はい、リンゴを育てて自分でシードルというリンゴのお酒を作りたいと思ってこちらに参りました。シードル、はい、シードルですね。それはどういうお酒なんでしょうか。ワインと同じ作り方で、ワインはあのブドウのジュースを作ってそれを発酵させてワインにしてるんですけども、シードルはリンゴを絞ってリンゴジュースにして、それを酵母を入れて発酵させて作ったもの、それがシードルというリンゴのお酒のことですね。ここのノラノラさんにこう、はい、いろんな他にもいろんな仕事があるってお聞きしたんですけども、そうですね、はい、このノラノラさんにはあの里山がありまして、はい、そちらの方で里山の森林ガイドもしております。はいはいはい、今日やってましたよね。そうですね、今日はしだれ桜が近くにあるので、はい、そういったところを、はい、お客様にご案内するというお仕事をしてました。なるほど、はい、そういった自然をガイドするっていう仕事は、はい、まあ、長野ならではと思うんですけども、なんか学生時代も、はい、からもうやっていたっていうのを聞いたんですけど、そうですね、学生の時は林業の、勉強をしていたんですけども、そういったところであの森林のことを学びまして、それを生かして、社会人になっても、自然公園とか、あとはこういった里山であったりとか、そういったところでお客様をご案内して、自然のいいところとか綺麗なところとか、あとは森林ってすごい自然の中でいろんな大切な機能も持ってるんですよね。土砂崩れを防いでくれたりとか、はいはい、そういったところもあるので、そんなお話をさせていただいている場にしてあります。なるほど。ちなみにそのどちら出身なんですか。私は横浜出身です。横浜っていいですよね、とても。横浜はすごいいいところですね、はい、なのにそのわざわざ長野まで来てそういった活動をしたいっていう、はい、なんかきっかけはあったんでしょうか。まず一つはリンゴの産地であるということですね。この飯綱町がすごいリンゴの生産がすごい多い場所なので、はい、まずこちらのそのリンゴの本場に来てですね、リンゴのリンゴ作りというものを学びたかったというところがあります。どうですか、来てみて。いや、本当にすごい勉強になりますね、はい。まあ、すぐはまあそのシドルを作るとこまではいかないとは思うんですけども、はい、今目の前にある仕事っていうのはどんな感じなんですか。はい、今自分でもそのリンゴでシードルを作ってるところでスタッフとしても働いております。はい、シードルを作ってる会社で、はい、働いて、はい、作ってます。まずは、はい、そうですね、修行としても、はい、作っております。ということは、ノラノラさんと、はい、で の, その、ガイド、里山ガイド、はい、そして今言ったお酒の関係、そうですね、その2本の柱ですね、はい。まあ、今後どんな夢を持っているんでしょうか。そうですね、私はその自然とか生き物が好きっていうところがあるのと、そのリンゴのお酒が作りたいっていうところがありますので、うん、リンゴで美味しいお酒を作って、うん、その自然の中でそれを楽しめるような場が提供できたらすごい楽しくなるんじゃないかなと思って、うん、今はそこを目指してやっております。ぜひこの飯綱町でその夢を叶えそうでしょうか。はい、これから頑張っていきたいと思います。昨年起業もしまして、これからどんどん動いていくところになります。ちょっとあのイベントがあるっていうんで、ちょっとそれちょっと教えてもらいたいと思います。はい、こちらですね、わくわく里山散策山菜製麺会山菜南インド料理って書いてあるんですけども、はい、これどこ出てるんですか。これはここですね。あ、はいはいはい、はい、このイベントを5月の17日、18日に行います。これはですね、私と一緒に、365日野草生活っていうことをやってるのんさんっていう女性の方がいるんですけど、はい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 、この人がもう草のプロフェッショナルでですね、はい、私は一応樹木のプロフェッショナルとしてやってるので、はい、草と木のプロフェッショナルが山に入って、山菜を取って、それを取って帰ってきて、ラーメンにしたりとかパスタにしたりとか、はい、あとは南インドの料理ですね、そういったものにして、食べるというイベントになっております。ぜひあの夢に向かって頑張ってください。ありがとうございます。ぜひこれもお越しください。今日はありがとうございました。ありがとうございました。